インタビュー。そういう意味で少しだけ中身に入るかもしれないですけど、一応さんの中でまあ連載があったんで、ある意味コンスタントに結果としてはある程度同じ分量書いてったわけですよね、はい、その繰り返しだったと思うんですけど、やっぱり振り返ってプルーフ版にもあるように小説書いたって気がしていますっていうところのなんか裏側じゃないですけど、ここがやっぱり本当に一番ご自身とって苦心したなとか、まあ、ここがまあ一番思い出に残ってるなみたいな、なんかありますか？苦心という意味ではもうラストですね。あ、本当ですか？はい、結末を自分の中でもはっきり決めていた、うんうん、わけではないので、はい、自分でもなんかどうなるのかなって思いながら、うんうん、君たちどうするのっていう、はいはいはい、感じで、ちゃんとこうどっかに着地できるのかなっていう、うん、ヒヤヒヤした気分っていうのはずっとあって、うんまあ、すごいもう長尺のお話を、うんまあ、読者に付き合っていただいたわけなので、うん、何らかのそのカタルシスのあるような終わりでなければ、うん、っていうことはずっと考えていて、別にハッピーエンドである必要は必ずしも、うんないと思うんですけれども、はい、何がこう最適解みたいなのかっていうのをやっぱり書く前はドキドキしていて、うんまあ、いざまあ書いてみたら登場人物のやることを私が追っかけて書くみたいな感じにはなったので、はい、ああよかったなっていう、うんうん、これねネタバレできないのがちょっと痛いところなんですけどこれねなんかまあ最後の方で個人的にはやっぱちょっと2点3点じゃないですけどするような感じを受けたんですけど、本当に最後、まあ、今その苦心を感じさせないね本当に駆け抜ける感じで僕本当にすごく心打たれたんですけど、そういう意味ではそのラストは苦心しながらもそのこう書いたけどこういう風に変わったみたいなのはあんまりないんですか？ラストに関してはないですね、うん、ただ本当初期の段階では、はい、ちょっとラストシーンのその後みたいなのをつけてたんですね、はい、エピローグみたいなの。そうなんですね、はい、それ高橋さんにお出しして、はい、これあるのとないのと、はいまあ、どっちがいいですかみたいな話し合いをして、まあ、まあない方がいいですねと。あ、そうなんですね、ということになりました、はい、今これ音声聞いてる方ちょっとよくわかんないと思うんですけど隣にですね連載を担当されていた文藝春秋の高橋さんもちょっとプチ参加していただいてるんですけど途中から本当は高橋さん移動されてたんですけれども、はい、そうなんですね、はい、私の面倒を終わるまで見て責任を取っていただきたいせっかくなんで高橋さん高橋さんのお名前も出たんであれですけど、その高橋さんそのいわゆる連載の編集者側として、まあ、今ラストの話も出ましたけど苦しんでる一応さんになんか気持ちよく書いてもらうために心がけたような面白い話ありませんか？逆に待ってる側からするとあまり苦しみを感じさせないところはありました。というか一応さんちゃんとしてらっしゃるので、うん、遅れるときは遅れるって絶対言ってくれるんです、はいはい、締め切りの近くに、はいはい、なので編集者からするとそれは非常にありがたい。まあ、高橋さんって基本的にクールなんでいいとこはいいってちゃんと言ってくださるし、うん、なんかここはなんかよくわからないとか、うん、ここなくてもいいんじゃないですかねみたいなところも、うん、汚なく言っていただけるので、うんはいはいまあ、そういう意味では信頼を置いてやりやすかったですね、まあ、フラットなのでなんかブレないですよね、あんまなんですか感情がこう割と安定してるので私がこうすぐこう不安定な方なんで、はいはい、やっぱこうすればいいのかなとか2人でなっちゃうとねわちゃわちゃ、ね、そうなんですよ。そうか、でもなんか一番気になるのは当然まあ出せませんが、そのエピローグでこの終わりの後の続きを高橋さん見てるわけですよね。はい、もうこの今回ね初版限定スピンオフ小編付きですけど、そこはもう誰も知ることができないことですよね。今のところはそうそうですねその後は分かんないですけど、ね、あいいですね、さすがですね。そうか、まあ、もうちょっと知りたいところで止めてますよねそうですね、止めてますがご想像にお任せしますっていうところが、ただまあ、これは多分言えないですが、この最後の一文でこの話を編集者的には終わらせたかったんですよね。それがすごい強い。多分この一文を読んだら、この長い話を読んできた。ああ。才があるって方が変ですけど、はい、読んできてよかったと。高橋さん、クールだけど最高のマーケッターですね。今この一言言ったらみんなもう買いたくなりますよね。はい、ありがとうございます。今まで、こう、一応さんのね、こう、キャリアを、こう、いろいろ、振り返った時に、まあ、もともと二次創作とか、はい、漫画家もちょっと目指してたことがあるっていうのは事実なんでしょうか？目指していたというほどではないんですけど、はいはい、漫画描くのは好きでした。そうですよね。まあ、なんでそういう手描くっていうのもそういうのもひょっとしたらあるのかなと思うんですけど、そのステップとしてというか、いわゆる二次創作があって、まあ、オリジナルの、まあ、BPL をやっぱりずっと描かれてきて、で、今回ね、ここ最近オリジナルで一般の文芸のものも描かれてきて、これからも BL も描き続ける。描きたいですね、それはもちろん。うん、なんて言うんでしょう、僕そんなに BL 詳しくないんですけど、先ほど冒頭で率直に感想を述べさせていただいた通り、イエスかノーか半分
化もそうですし、この光のとこにいてもそうですけど、読む方からするとあんまり違和感がないという、くくりとしては、まあ、さっきもやっぱり決めつけないじゃないですけど、 BL か一般文芸かってあんまり当然違う部分あると思うんですけど、大枠ではひょっとしたら一穂さんの中では変わらないのかなって邪推してるんですけど、そんなことはない、あんまりこう基本的には変わらないんですよね、うん、まあ、私はそのフィギュアスケートの、うん、まあ、規定演技と自由演技のようなものでして言うんですけれども、はいはい、まあ、BL はまあ一定のお約束っていうのは当然あって、はいはい、まあ、ハッピーエンドであることとか、うんうん、まあ、一定ラブシーンは入れるとか、はいはい、まあ、絶対ではないにしろ、うん、やはりその読み手の方はそれを、うん、期待して読むので、うんうん、はい、表現は難しいんですけども、もう裏切らなくていいんですよね、 BL って。もうどんでん返しとかは別に、まあ、あってもいいけど、それがその恋愛の邪魔になるようなものであれば、はい、まあ、いらないですね、うんうん、はいはい、箱があるわけですね。そうですね、まあ、そういうなんか癒しというか夢のような感じなんですよ、うんうん、その永遠に心変わり、うんうん、しない、はい、たった一人の恋人に出会って幸せになりますっていう、うんうん、なんかある種その大人のためのおとぎ話だなって私は思う部分があるんですけれども、はいはい、うん、まあ、そういう枠の中で逆にまあ自由にやっていいっていうところではあるんですけれども、はい、うんうん、まあ、ただこうかなりそのテンションを自分もその上げていかないといけないんですよね、うんうんうん、その小説は頭で書けるんですけど、 BL 自分のそのモチベーションとかの部分で、はい、やっぱりその自分が一緒にドキドキして書かないと、うん、まあ、そういうのって読者の方にはバレてしまうので、うんうんうん、モチベーションを上げる難しさってありますね、はい、そうなんです、ちょっと意外です。でもそれこそ何かのインタビューで割と結構普段俯瞰するタイプっておっしゃってましたよね。なんか没入するようなタイプでもないってこと。そうですね、ちょっと没入するのが、うん、下手な方なので、はい、っていう意味ではこう BL 書く方がそういう意味では苦労の部分っていうのはあるとしたらそこですね、うん、じゃあそこは違うってことですね。違いますね、うん、ちなみに最近、ここ最近で最も没入したことは何ですか？映画のノープ見に行った時はめちゃめちゃ没入しましたね。ノープ、すいません、僕 見てないんであれですけど。面白かったです。どんな話なんですか？一言で言うと、こう牧場の上空に未確認飛行物体が現れみたいな、なかなかこれも説明が難しいんですね、はい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 、映画をスクリーンで見るっていうことの価値をすごい感じて面白かったです、ね、映画館とかそんな普段はそこまで。でもその締め切りの合間に、はい、日本三本わーってはしごして。あ、そうなんですね。っていう感じで、月平均で月2本ぐらいはなんだかんだ見てますかね。その締め切りの間際、合間です、合間に見るっていうのは、やっぱりなんかちょっと一回そういうふっとそういう空間を入れないとっていうのが、さっきの質問の続きかもしれないですけど、なんか一応さんなりの乗り越え方なんですかね。そうかもしれないですね、うん、これ終わったらこの映画公開されてるから頑張っていくぞみたいな、うんうん、今締め切り乗り越え方みたいなのがありましたけど、日頃書く環境って どんなですか？つまりどんな場所でも書けるっていう人もいれば、家のここじゃないと書けないとか。私は基本的にはその家の、自分の机、はい、会社の近くのカフェがあって、まあそこなんかいい感じに狭い席があって、はいはい、でコンセントもあって Wi-Fi も来てるので、はいはい、そこで2時間とか頑張る時もありますけど、基本的には家ですね。そうなんです、はい、家ではなんかものすごい大きいデスクトップのモニターにみたいな、なんかこだわりとか、このキーボードじゃないととか、なんか結構あるじゃないですか、作家さんによっては。ああ、もう普通にこの iPad。iPad?iPad です。これ聞けてよか、これは新鮮。本当ですか？ iPad に、ね、Bluetooth のキーボードとか。そうです、そうです。iPad のキーボード。ちょっと衝撃的なんですけど。そうですか。はい、打撃感とか大丈夫ですか？あんまりその辺は気にしないですね。はい、手で書くときは、万年筆と方眼のノートを使いますね。はいはい、私すごくちっちゃい字を書くので、はいはい、本当もう5ミリ方眼でも余るぐらい。方眼いいですよね。はい、です。いいですよね。青い方眼で、万年筆はノック式のやつですね。はい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 、蓋閉めるやつだと、はい、一旦閉めたらもう開かないと思う。確かに。そう。どうしてもこう考え込む時間に乾いちゃうと思うので、はいはい、ノック式の万年筆はもうすごくいいですね。あ、なんかでも話してて、なんか手書きの方がちょっと楽しそうですね、やっぱり。手書きの方が楽しいですね。はい、後でこう読み返せるので、自分で。うんうんうん、すごいこう筆跡とかがとんでもないことになってたりとかで。そうか、でもちょっと iPad は衝撃的ですね。あ、そうなんですか。いや、いるのかもしれないですけど、なんか大きな画面でこうやっぱり小説家って感じでダダダダダって打ってるイメージあったんですけど、 iPad で、ね、iPad でちまちま出先だと、iPad のミニの方になるので、はい、はいはいはい、そうなんですね。そうか、
大人になってから結構一人の作家さんの作品を全部読むというあれこれつまみ食いしてるっていうのを僕どっかで読んだんですけど、今もそんな感じですか？そうですね、特に好きなのはそれこそ川上弘美先生とかはほぼ全部読んでると思いますけれども、でもまあ昔から読んでるので、はい、新作出るたびに読んでっていうことなので、うん、今こう新しく誰かの本全部読もうっていうのってあんまないかもしれないですね、うんうん、なんか特定の作家さんは置いといてるけど、でもまあとにかく最近読んだ一番面白かった本っていうのですぐ出てくるものって何ですか？すみません、なんか漫画ばっかり読んでる。あ、漫画でも全然いいです。僕がすみません多分分かんないと思いますけど、あ、今ちょうど読んでるのが、はい、あの架橋久美子さんのノンフィクション作家の、はいはい、この父ありて、この父ありの父はお父さんの父です。そうです、この父ありてっていう、はい、まあその女性作家と父親との関係を捉えたノンフィクションなんですけど、うんうん、これが非常に今面白く読んでますね。そうすると今のね女性作家と父親って出ちゃったんで、あのあれですか、やっぱり一応さんの、まあ、お父様とかお母様とかその家族ってまああのあんまり僕はどこかで見たことないんで、どんな家庭環境で育たれたのかなみたいな。まあ母親はもういわゆる大阪のおばちゃんなんですよはい、はい、なんか先週もいろいろ取材していただいてる時に、なんか母親から電話かかってきて、あんま電話する方じゃないんで、はい、なんか誰か死んだかと思ってなんかマイナンバーカード作ったみたいな。お母さんはなんかライフのポイント1万5000ももらって、だからあんたもした方がいいでみたいな分かったっていい、ね、切りましたけれども、はい、うん、お父さんはどんな、お父は善人です。でも普通に、まあいい人で、うん、まあ母親の方がこう、わーっと気が強いので、うんうん、まあ父親の方がちょっと、お前それはみたいな、うんうん、感じで、うんうん、でまあいいバランスでやってますね。うん、そっか、今善人って出てきたんでね、ちょうどっていうのもあれですけど、この光のところに手に戻しますけど、僕やっぱ感じたのはこの中に出てくる男性って基本的にみんな、ほぼすごい善人じゃないですか。すごい善人ですか。すごい善人っていうか、なんかやっぱり優しい、港もそうだし、藤井の、はい、港のお兄さんだったり、まあいろいろあるにしても、みんないい人だな、優しいな、なんかこの二人に振り回されても、家族に振り回されても優しいな、みたいな感じがあるんですけど、その辺の、やっぱキャラ設定じゃないですけど、まあこれも全部自然と生まれてったんですか？やっぱりまず、当然、ゆずとカノンがあって、はい、というか、ゲーム自体と誰から生まれたんでしょう？まあ二人女の子出そうってなった時に、うん、はい、まあ対照的な二人にしようっていう感じで、うん、まあゆずとカノンってまあ同時ぐらいですかね。まあ男性に関しては、まあ、ひどい男性を描いてしまうと、うん、なんかこのこいつさえなければっていう感じになりがちじゃないですか、はい、すごく分かりやすくなってしまうというか、はい、そうなるとなんていうか、まあ、女性対男性の構図になってしまう、うんうん、まあそれはこの物語で描きたいことではなくって、うん、打ち合わせしてる時高橋さんがふっとなんかなんかこう最近のなんかいろんなニュースとか見てると、なんか男に生まれてすいませんって思う時がありますみたいなことをポロッとおっしゃって、ああなるほどなって思って、うん、まあそれもあって2人にとってまあマイナスになるような存在には描きたくないなっていうのはありました、うんうんうん、でもなんかそのね、誰か一人をっていうのはやっぱりずっと今日のインタビューとか今までの、ね、作品とかでもなくて、なんかそういう人がやっぱほとんど出てこない感じがするんだよな。発言がなかなかねしづらい、逆にありますからね。もう男性ではすら考えすぎると言えないみたいなね。なんかその加害性みたいなところを出してしまうと、うんうん、まあ、湊なり藤のキャラクターではなく、うん、その男性っていう性別からの加害っていう風になりがちなので、うんうん、まあ、その辺のさじ加減っていうのは非常に難しいなって考えた結果、うん、弱さと優しさのある人っていう、うんうん、男性ですね。本当に今の話ですよね。なんか読んでて自分もいいんだって言うとなんか反応浮いたような言葉になっちゃいますけど、本当にその辺のさじ加減が絶妙、やりすぎてもちょっと不自然な感じあるじゃないですか。なんかその辺の微妙なさじ加減で、まあそれがまさに一応さんのセンス才能だとは思うんですけどこの辺はもう書きながらなんとなく生まれていくやっぱりもんですか？そうですね、うん、あのキャラクターに関しても書く前にこう、うん、あんま細かく詰めないです、うん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 、書きながらっていうところが大きいですね、うんうん、そういう意味でこの作品やっぱりね、あの非常に個人的にはなんか読み終えた後安心感というか
なんか感じたんですけど、もともと怪談やホラーが好きっていうのもちょっとなんかで見たんですけど、はい、大好きです。観音の楽しみにおいてビジュアルは分かりやすい反面、受け手の感性を制限する一面もあると、想像の余地がある方が豊かになれるっていう、まあ、そういう意味ではなんか怪談やホラーも一緒なのかなと思うんですけど、そうですね、最近でもいいですし、ベストな怪談ホラーってなんか一応さんにとって何なんだろうな。ベストな怪談ホラーは今あのツイキャスで配信されてる、はい、あのマガ話っていう、はい、マガ話、まはい、その配信主の方が、はいはい、あの怪談を語るんですけど、はい、それがもうめちゃくちゃ怖くて、うんうん、であのいっぱいそのリライトしてノートとかに書いてる人もいるぐらい、はい、やっぱファンの多い話で、それはなんか今まで私が読んできた怪談とはなんかすごい異質な手触りがあって、はいはい、これはなんかこうリライトなりを読んでいただかないとわからないっていうぐらいにちょっと独特なんですね。で最近はそうこの夏、話題になった映画のネットフリの呪詛っていう台湾のホラーがすごい話題になったんですけど、それも面白かったですし、あとタイのホラーで女神の継承っていうの劇場で公開されてて、それを見に行って面白かったですね。タイのホラーって怖そうですね、ちょっとね。めちゃめちゃ怖かったです。でもそれもいわゆるなんかあんまりダイレクトに書くっていうより、まあこの影を書いて光じゃないけど、なんていうんでしょう、直接書かないけどとか、あと見えないものが怖いみたいな感じなんですか、もっと直接的なんですか。呪詛に関しては、まあ直接的なところもありつつ、うんうん、人の怖さっていうか、はい、そう映画自体にまあちょっと仕掛けがあって、うんまあ、人の悪意みたいなものの怖さであったり、はいうんうん、で女神の継承に関してはなんかこう土着的なものをですね、私たちがよくわからないそのタイの田舎の方の、はい、なんかキリスト教でもなく、はいはいはい、ただそこにはそのシャーマンみたいな人がいて、人にアドバイスをしたり占ったりして、それでまあシャーマンの親戚の女の子が悪霊に疲れたらしいっていうところから話が始まるんですけれども、うんはいうんまあ、台湾エクソシストとても言ったらいいのか、まあ、この本が出て他にも今もまた書かれてますよね。そうですね、あの連載っていう形で書いてるのは川出書房さんのスピンっていう雑誌、うんうんはい、であとは公文社さんの小説宝石に、はいうん、あの不定期で短編を載せていただいたり、うん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 、っていう風にポツポツとやらせていただいております。こんなこと聞くのもあれですけど、明日朝起きたら、はい、あの一応ミスさんこれまで積み上げてきたものが全部夢で、はい、そして小説も書いちゃいけないと、はい、そしたらどうします。どうもしないですね。どうもしない、はい、どうもしないというのはなんかあ夢かみたいな、やっぱそうだよねみたいな感じになるんじゃないでしょうか。じゃあ泣き出すとかないですか。ないですね、なんかだよねっていう納得をしてると思います。じゃあそうすると、ね、その小説家としてデビューされてこれまでもう積み上げてきた中で、あんまりこう、まあ、もちろん慣れて、ね、嫌だってことはないと思うんですけど、すごいなんかもう高揚感が当初は例えばあったとか、もうずっと今なんかある程度続いてとか、なんかそういう感覚ってあんまりないですか。どういう感じなんだろう。高揚感はもちろんあります、うんうん、ね。それはまあこう振り返ってみて、うんまあ、こんな怠け者の人間が続けてるからにはまあ楽しくてやってるんだろうなっていう理解なんですね。やってる時は必死で、うん、そのやはりお仕事として依頼されたものをなんか投げ出してはいけないだろうって、うん、なんか社会人としての常識にストッパーをかけていただいて、なんとかやってるみたいな感じですね、うんうん、ただまあその明日仕事がなくなったら、うん、じゃあ自分はそのがむしゃらに書いて投稿するのかって言われたらちょっと自信ないですし、うん、年末ジャンボ10億円が当たったら飛ばない自信もないですねまあ最後の最後にですけど、これ聞いてる方に向けて、はい、まあメッセージを一言ください。そうですね、帯には最高傑作と書いていただきましたが、が今なんかそれほなんか言うほどでもないかもしれないけれども、はい、私はこの物語好きなので、うん、読んでくださった方も少しでも好きになってくれると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。あんまりメッセージをみたいな、すいません、意外とオーソドックスはなかったのでちょっと戸惑ったと思うんですがでも最高傑作ではなかったとかもしれませんがっていう瞬間に高橋さんがビクッとねちょっと動いたんですけど、高橋さんちょっと一言加えてもらえますか。まあさっきの繰り返しになっちゃいますけど、はい、この話がこの最後の一文で終わるんだっていうのを体験してくれたら、うん、今年
一番印象に残る読書になるんじゃないかと思います。もうやっぱり読みたくなりますね、はい、そしてこれさっきもね強調させていただきましたけど、この初版限定でねスピンオフ小編ついてますので、これは本当に僕もさっき初めて見たんでまだ読めてないんですけど、価値あるものだと思うので、光のとこにいてね、初版限定ショートストーリー青いひな一歩道、米印、本作は光のとこにいてのスピンオフです。本編読了後にお読みいただくことをお勧めしますということで、これもね、これがどんな話かもぜひ初版で読んでいただいてということで、今日はですね小説家の一尾道さんに光のとこにいてねについてお話を伺いました。一尾さんありがとうございました。高橋さんもありがとうございました。ありがとうございました。